ひさらぎさは、日本の女優、グラビアアイドルタレントである、大阪府出身、元ナインズプロモーション所属、武藤刑事が旗上げしたプロレス団体レッスルマイナス1の、公式サポーター、チアー1及び、エビスマスカッツメンバー、大阪府出身、ナレーション学校卒業、2013年、ナインズプロモーションに入所、当初はナレーターを目指していたが、 トヨタ画像レーシングを応援する画像レディーとしての活動を契機に顔を出しての活動に興味を抱きグラビアオーディションにも積極的に応募するようになるちなみに当時はサヤという名前で活動していた2013年12月20日 E e ネットフロンティアより初めてのイメージ DVD ナサヤをサヤ名義で発表2014年2月サヤから キサラギサヤに改名。3月、ミスヤンチャン2014にエントリーするも受賞は果たせなかった。2016年4月8日、武藤圭司が率いるプロレス団体、レッスル -1 の公式サポーターユニット、チェアー1に加入。7月7日、チェアー1が W-1 チームとライブチームとの2チーム制になるにあたり両チーム兼任となり、 2017年7月17日のライブチームの活動終了までレッスルマイナス1での活動だけでなくライブハウスでのライブ活動も精力的に行っていた2018年6月29日よりエビスマスカッツ1.5に研修生として加入2018年8月24日エビスマスカッツ正式メンバーに昇格それまでのナレーションの経験を エビス・マスカッツの総合演出のマッコイ・斉藤に見出され、マスカッツでは主にライブやイベントでの MC や番組の進行として活躍している。2019年6月、T ・エース遊びの天才のメガボルトに参加。このメガボルトにはエビス・マスカッツより、石岡舞、神崎さえ、松岡凛、カ谷舞、松本ユン、山中まゆみも参加している。 2020年2月29日、レッスルマイナス1が団体の無期限活動休止を発表。それに伴い団体の公式サポーターであるアー1も無期限の活動休止が発表され、4月1日に無観客で開催された後楽園ホール大会をもって活動に終止符を打った。その後4月29日にファン感謝イベントを開催する予定だったが、 コロナ禍の影響により延期が続き、そして2021年3月25日に、チアー1の公式ツイッターにおいて、イベントの断念が発表された。2020年11月、宮間博の宮間博名義でのシングル、その名も、この花咲くや姫のメガボルトに参加。このメガボルトにはエビス・マスカッツより、藤原明の松岡凛、松本ユン、白藤ゆか、 マイティも参加している。2020年7月、エビス・マスカッツナイユニットとして桃の木かな、辰巳ミシーナと共にガールズ・ロックユニット、桃ロックを結成し、2020年8月5日にリリースされたエビス・マスカッツのシングル、デジタル・ノイズのカップリング曲として、パズルを発表。普段は、マスカッツのメンバーとはほとんどつるまない3人によるユニットとして、 独特の空気感を持った活動を展開。後に、エビスマスカッツ真夜中の運動会にて繰り広げられたユニット大戦争にも参加したが、2021年1月26日に同番組で開催された人気投票にて結果は参加4ユニット中3くらいとなり、1以外のユニットは消滅というルールにより同日をもって、モモロックは消滅となってしまった。 しかし2021年5月16日に行われたエビス・マスカッツのオンラインライブライブタイトル決まったよ2021年春においてモモロックが復活3部構成だったライブの第1部に登場してメンバー振り付けによるパズルを初披露した2021年9月30日をもって9プロモーションを退所趣味は一人ミュージカルグルメリポートヨーガ料理 特技は、ナレーション、リポート、パチンコ、マージャン、書道、F カップ。2017年9月27日、ベジタブルフルーツアドバイザー資格取得。父親が大好きで外食、旅行、お風呂にも一緒に入っている。そのことは2020年5月23日に出演した有吉反省会でも大きく取り上げられた。ありがとうございます。